星座チャンネル、アンナと、フナと、アキと、カズです。そういえば、二人は鬼滅の刃知ってるかい？なんか今すごい日本で流行ってるアニメなんだけど、はい、それのムービーがね、タイでも公開されるそうですね。そうか、まだ知らないです。日本のテレビですか？日本のね、アニメーションすごい日本で人気なのよ。映画のね、売り上げがね、200億円を超えてね、300億円いくかも。そんなに行ってるんですね。そんなに人気なんだ。知らなかった。すごいよね。鬼退治ですね。鬼そう、はい、鬼がね、人間を食べるの、はい、食べられないように倒すの、そういうお話。まあ挨拶がね、タイ語だったんでね、ちょっと私は鬼滅のこのブームに、ちょっとこのタイのニュース見た時にやるんだと思って、ちょっと喋ってみた。タイにはみんなは鬼大好き。あ、そうなの。はい、王様と。あ、タイは鬼がいるんだ。で、日本の鬼のイメージね、うん、まあまあちょっとこんな感じ。ミャンマーの鬼ってどんなイメージなのかなと思って。同じでしょ。同じ。あ、同じ。いるわ、そんないるじゃない。赤いじゃなくて黒。黒黒。そう、へえ。はい、いろいろな意味があります。何するの、鬼は。悪いと言ってね、昔の話じゃない。おー、かっこよ。かっこいいね。かっこよくない、ミャンマーの鬼の方が。大体人たちは、ね、鬼のタトゥーもやってる人もいますよ。そうなんだ、はい、この人たちはね、肉食べるはダメと言いました。あ、ね、ビーガンなんだ。鳥とか豚とか。鬼はビーガンなんだ。なるほどね。めっちゃ食べそうなのにね、お肉。歯もそういう歯してるのに。頭は10個ありますよ、うん、頭10個。頭10個あるの。はい、ミャンマーの鬼は頭10個あると。喧嘩になるよ、喧嘩に。寂しくないね、確かに一人で喋れるね。5人以上の集会とかは大丈夫かな。あ、ダメだね。最初言ったオンラインショップのこと。はい、教えて。今の一番オンラインショップって何買ってるのと言ったね。そうそうそう。最初は食べ物と思うね。食べ物。はい、食べ物は多いね。服とかは、うん、今の状況あまり買ってない。あ、買われてないんだ今。はい、今どこも行かないでしょうね。行けるできないし、今は食べ物は一番オンラインショップで買っています。ママ怖いの虫とかいろいろな食べ物とか。オンラインショップで虫を頼むの。はい、あ、頼むよ。頼むんだ。いろいろなオンラインショップありますよ。それ全部 Facebook？ はい、はい、Facebook。 じゃあ Facebook で虫食べたいなと思ったら、はい、その虫のページに行って、あ、ごめんなさい。全然いいんですけど、虫食べたいなとは思わないなって思ったら笑いが出てきちゃってごめんなさい。虫食べたいなとはならないな。はい、どうぞ続けてください。花はそうだからね、虫食べたいなと思うもんね。思うよ、でも高いよ、社長。高い、そう。そうなんだ。虫の盆は7,000ですけど、ダリファリの方が2,500からもう。1万ぐらい。はい、1万になりそうだね。他にどんな食べ物をオンラインショップで買うの。今のはね、ちょっとお店で食べるできないでしょうね。それからちょっと自分でタイ料理とか民族料理、やかいもり、おー、ジャムだよ、社長。それはあれ、フードパンダとかグラブとか配送とか使うの。はいはい、グラブとかフーパンダとかフードパンダとか、うん、配送も言ってあげて。はい、日本の会社だからね。はい、あ、そうですか。パンダ可愛いもんね。この間、美味しい寿司頼んだんですよ。お、いいね。定期的に食べたくなるんで、定期的に頼んでるんですけど、はい、そしたらね、届けてくれた男の子がものすごい日本語上手だった。へー。へー。ね、
ただ彼はそう地図が読めなくてね、はい、あの日本に行くことが決まってるんですって。あ、そうなんだ。うん、ね、あの行ったことはないけど学校で勉強して本当に上手だった。今人体で大体人たちはね、日本に行く予定はあるから、ミャンマーにはアルバイト、日本人の、日本人のお店にはアルバイトしました。みんなはそうだよね、大変だよ。もし日本で例えば東京とかだったら新宿でも一発アウトですからね、うん、あのでもごめんなさい菅さん、新宿は私も自信ないです。あれ何の話だっけ。インターネット、オンラインショップだ。全然花はオンラインショップでスタートしないの？うん、しないです、休みです。誰も買わないか、うん、誰も買わないし自分でも買うお金ないから。あ、そっか、仕入れるお金が仕入れか。でもね、今ね、オンラインショップって服のオンラインショップとかね、ちょっとシンガポールで20代ぐらいの女の子たちは学校、シンガポールで学校も行くし、オンラインショップもやっています。すごいね、ちゃんとビジネスしながら勉強もしてるんだ。そう、ザラとかちょっとブランドでディスカウントやってるのやつ、それで買ってライトアップやって、あ、何と似合うとか、それでちょっと20代ぐらいから若いし可愛いだから、いろいろな服も化粧も全部。二人とも可愛いじゃん、やりなよ。でも私の甘い言葉はね、甘い言葉甘い言葉は使わないから、もうファンたちはあまり好きじゃないと思いました。二人とも冷たいもんね。今私たちの場所にね、車で、買い物を売っている人たちは野菜とかを車に連れ、はい、あの入れて運んでくる人、はい、その人たちにミカホンを買わないでください。あ、メガホンダメなの？ダメなんだ、はい、まあでも野菜がいつ来たか分かんないよね、そしたらね。そうですね、車で売ってるの野菜とか肉とは本当に安いです。あ、本当買ってる？はい、買ってました。前鶏肉でスーピーじゃなくてスーピーより高いの安い1個あるね。それでちょっと私たちの下の市場で買うから6、3、7セントぐらいね。今ね、車で売ってるは4,3、500セント、4,3セント、そのぐらいだけあるね。すごい安いね。安いね。じゃああの移動のやつで買うのが一番安いのかな。ね、そうだね、はい、何時ぐらいに来るの大体それって？昼とか夕方とか。朝では来ないよ、朝は来ない。昼と夕方は来るね。朝は朝の市場はあるから。朝から来るんだ。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら声を買う、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、アンナとアナとアイとカズでした。バイバイ。